頑張る皆さん大丈夫だ、みんながついてるぜ。ショスケチャンネル、皆さんボアノイジー、どうもショスケです。さあ今回も元気にやってまいりました、ショスケのトトスケのコーナーでございます。ああ、まあ、簡単に言ったらトトの予想動画ですね。はい、というわけで今回ですね、今回もトトの予想やっていきたいと思います。まあこれはね、本当あくまでも毎回言いますけど、僕個人の予想、僕独自のね、上での予想なので、一つのねご参考にしていただいて、ご購入いただければと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。さあけどね、前回はちょっとまあいろいろね難しかったね、難しかったかもしんないけど、まあなんとかね、まあまず本当まあまず頑張って、まず一つでもね多く当てれるように頑張りたいと思います。さあでは今週のトトも見ていこう。さあそれではまず今節のトトを見ていく前に、まず第1228回ビッグとメガビッグの方、キャリーオーバー見ていきましょう。どうぞ。まずですね、ビッグの方のキャリーオーバーが2億5738万7520円、そして、メガビッグの方が28億6549万1205円のキャリーオーバーが発生しております。ぜひね、300円で億のチャンス、ビッグメガビッグなんでね、ぜひ皆さんご購入いただいてみてはいかがでしょうかね。当たってもね、あれよ、中川家の姉さんみたいにメガビッグみたいになんないと思うから、それ大丈夫大丈夫、うん、もうメガビッグだって大変だよ、すごい大変だよ、うん、気をつけよう。で、いつも通り話は変わりまして、さあ今回第1228回のトトでございます。でトトの販売期間がこちらになっておりますね。こちらお気をつけいただきたいなと思います。そしてですね、まあ、この動画の投稿日が、ちょうどね、締め切りの数時間前っていうね、うん、とんでもなくお前バカかっていうね、状況なんですけど、ネットだとほんとギリギリまで買えるんで、本当ギリギリまでね、考えてみていただいて、ご購入いただいてみてはいかがでしょうか。ではまずですね、今節のトトから見ていきたいと思います。それがこちら。さあではまず今節のトトから見ていきましょう。それがこちら。まずですね、今節はこんな感じで予想してみました。でですね、まあ正直どうか分かんないのが 2番目の徳島と福岡、これ日陰の予想してるんですけど、まあ、福岡前節良かったん で徳島も今悪くもないんで、状況はまあ正直まあ引き分けになるか、まあ福岡の方が一つ頭飛び出て、まあ勝つかどうかなっていう感じで予想してます。で神戸と名古屋なんですけど、まあ神戸前節東京に 3-2 で勝ったっていうのもあるんですけど、まあいろいろ選手層の厚さとか、うん、まあ東京には裏取られてね失点もしてるんで、まあそう考えれば名古屋のそのフォワード陣とか、そういう部分でやっぱり名古屋の方がまあ分はあるのかなと思ったりします。まあもちろんミスとかね、そういうのがあれば全然神戸にもチャンスあるんですけど、まあ、そこまでミスをね、狙ってやるもんでもないし、サッカーっていうスポーツは、うん、そう簡単にねミスが出るわけでもないんでね、うん、まあ、今回名古屋にそうしました。で湘南仙台も正直難しいところじゃ難しいところなんですよ。まあ、ただ仙台今日ここ2試合で、ね、10失点っていうとんでもない、ちょっとね、ちょっとで今シーズンもクエンカ選手がね、出場できるか微妙っていうのもあるんで、まあちょっと今回はちょっと湘南の方が分あるんじゃない、一応これもダブルで予想してますけどね。はい、でまあ、鹿島、広島、川崎、鹿島はまあ安定かなと思うんですけど、まあ、前の浦和はダブルにしたのが、まあ、ぶっちゃけ浦和はワンチャンあるんじゃねと思ったりもしてるんです。うん、それも含めて今回ちょっと浦和引き分け予想は入れてます。で、まあ、清水、鳥栖は、まあ、清水も、ね、いい選手いるんですけど、ちょっと鳥栖が今シーズン爆発してるんで、鳥栖勝つんじゃねえかと思って僕これは2位予想しました。で大分、東京は、まあ、確か大分も本当いい選手いっぱいいるんだけど、まあ、FC 東京もさすがにね、ここまで、まあ、リーグ戦やってきて、まあ、失点数も多いんで、まあ、そこのね、改善は見られると思います。あと、まあ、松本、山形は正直、ここもダブルで予想させていただきました。あとダブルがもう一個、岩田と水戸なんですけど、まあ、岩田そろそろ勝つんじゃねえかなと。まあ、ただ水戸も、まあ、ここ数年すごい徐々に力つけてきてるんで、まあ、引き分けか岩田勝つか、うん、で金沢、北九州は金沢勝つんじゃないかなと予想させていただきました。で次ですね、次がですね、ミニトトのまず A 組から見ていきましょう。ミニトト A 組、まずですこちら、まあこんな感じで、まあ、ダブルは徳島、福岡でね、
あの湘南仙台も区間賞ダブルで予想させていただいております。これで400円でかけてます。そして、トトの B 組見てみましょう。ミニトト B 組、こちらも、ね、4口で購入しております。前の数は今回ここはね、あの1、2のどちらかで相手予想しました。で清水トスは、0、2ということで、うん、ただね松本山形がねぶっちゃけ分かんないんだ。結構松本甲子園でまだ無失点ですし、うん、まあ、ただ攻撃の部分でうまくはまってないだけであって、そこがはまればね十分松本勝つ可能性もあるし、まあ、しかも今シーズンホーム開幕戦ですからね、まあ、松本にはぜひ、ね、頑張ってもらいたいなというふうに思います。そして、最後トトゴール3なんですけども、まあ、今節今のところコロナの関係で試合中止の話は出てないんで、全部、通常開催になると思います。で、まあ、まず横浜 FC とセレッソ大阪なんですけど、まあ、ここはまあセレッソ、まあ、無難じゃねえかなと、まあ、横浜 FC もハマれば1点取れると思うんですけど、まあ0-2があの正直安牌かなと。で徳島福岡なんですけど、ここも正直こんな感じで予想させていただきました。で鹿島広島なんですけど、まあ、鹿島勝ちで予想してるんですけど、まあ広島もまあね、あのハマれば強いチームなんで、まあ、ハマるかどうかですね、ここの勝負になってくると思います。さあということで今回の、トト予想動画いかがだったでしょうか。本当ね、まあ、コンビニとか宝くじ売り場で買うとしたら本当午前中がね、リミットになるんで、ご購入はお早めに。今多分この動画出てるのが朝の7時だと思うんで、8、9、10、10、4時間ぐらいしかないと思うんで、なるべくね早めに、宝くじ売り場へ GO 売り場ってなんだってね。で本当ね、まあ、この動画も本当は木曜日に出そうと思ってたんですけど、まあ、いかんせん花粉がね、もう花粉症が辛くて、今僕も薬飲んだり目薬さしたり、目洗ったりとかしながらね、やってるんですけど、本当かなりね辛いんで、まあ本当僕が辛いって言うとね、さらに僕にも重症の人いっぱいいると思うんでかなり辛いと思うんですけど、まあまずね、コロナもそうなんだけど、もうちょっと花粉にもね負けずに頑張りましょう。はい、本当僕もこの花粉のシーズンいつもねもうくしゃみ止まんなくて鼻ズルズルでもう大変な思いをするんですけど、まあ、なんとかね乗り切っていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。そして私ショスケ、最近で結構ゲーム動画も、積極的に更新するようにしてます。まあ、結構ガチャ動画が多いんだけどね、うん、まあ、ガチャ以外の動画も作っていきたいなと思ってるんで、皆さんぜひね、うん、まあ、しっかりと、まあ、やっていければいいかなと思ってるんで、ぜひ、まあ、今年もね、本当、まあ、ちょっと時々止まることもあるかもしれないんですけども、頑張って動いていきたいと思いますんで、どうぞ今後とも翔助のことよろしくお願いいたします。というわけで、他にもね、本当、ゲームチャンネル、Vlog 等もありますんで、ぜひ皆さん、チャンネル登録とフォローの方よろしくお願いいたします。そして、この動画少しでもためになったら高評価ぜひ、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで、翔助でございました。それでは皆さん、幸運に恵まれますように。それではまたお会いしましょう。あてまーす。ご視聴ありがとうございました。ゲームチャンネルもありますので見てみてくださいね。皆さん高評価とチャンネル登録よろしく。